ボグス8です。昨日はねちょっと暑すぎて全然寝れんかった。キャンピングカー乗ってるお姉さんが話しかけてきて、ちょっと話になって、でなんか浜にウミガメがおるらしい、だからちょっと見に来たんやけど全然おらん。どこ、普通になんかめっちゃパイナップルある。食えるんかなあれ、野生のパイナップル食えるん。今日泊まるキャンプ場着きました。名瀬の近くの小浜キャンプ場です。ここはね奄美海洋展示館っていう施設が管理してるキャンプ場で、もう見ての通り綺麗な炊事と、トイレにシャワー、スーパーやって買い物してる時にまたおっちゃんらに話しかけられて、道の駅あんねん、マングローブなんとか、そこの休憩室座敷なんやけど、そこが24時間いとってタダで寝れるらしい。地元の人は、まあ、寝ていいよって言ってるけど、まあ、道の駅なんでね、泊まる人は施設の人が帰った後に寝て、働きに来る前に出るという感じでやった方が無難ですね。おそらくまあ公式に寝ていいですよって言ってるやつじゃないと思うんで。はい、暇すぎ、電波全然通じん、泳ぐしかねえ。